波の影響により船体が動揺する場合もございますので、ドアの開閉時や船内歩行の際には十分にご注意ください。また今後の海上模様によりましては、信号事項入港に遅れを生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。